こんばんは。フューチャリングとして参加している側は、その作品を自分の作品と思っているものなのでしょうか。まあ、思ってないけど、フューチャリングの度合いによるよね。ワンバースだけ蹴ってる曲、ラッパーが何人かいて、で、俺がワンバースだけ蹴ってる曲の場合もあれば、ビートメーカーの名義で、ビートはそのビートメーカーで、ラップは全部俺だけがやってる場合があって、で、それは俺は自分の名義の曲でも、ビートはどうせ 100% 外注なんで、自分で作ってないんで、まあ自分で曲作るときと一緒なんですよね、構図としては。ただ、その、俺が自分で作るときは自分の好みのビートしか選ばなくて、客演のときは、これは選ばないけどなっていうビートでもやるときがある。ので、なんかあんまり俺が思った出来になんなくても俺のせいじゃねえやっていう気持ちの時もあるし、選ばなかったけど やってみたらめっちゃハマったなっていう時もあるし、だからいい曲になったら自分の手柄、俺の曲だって思うし、なんかあんまだったなって思ったらビートのせいにするしって感じで、まあそこは、自分に都合よく捉えてますね。